も後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。戦う構えに入って、ここで特殊能力をアップです。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。あ、これはよし、ヒット。おっと麻痺して動けません。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、ここでよし、当たった。おっと、今度も動けない。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、この場面でいい当たり、勢いのある攻撃、一撃。あっと、一発の攻撃でダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでモンジャラの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあ、今度は狙い的中。ここで冷凍ビーム。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、あっけなく倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでサイドンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ、これはマズマズの当たり。おっと、麻痺して動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっと、ポケモンをチェンジします。ここでユンゲラーの登場だ。おお、鋭い当たり。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。激しい攻撃、逆転をついた。ここで自陣攻撃、よし。あーっと、ダウン。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでニドキングの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。おっと、ステミタックル。よし、ヒット。あっと、力尽きたか。ここで試合終了。
トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。はじめから大変なバトルになっております。ここでペルシアンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。指示が出揃って、さあこの場面で激しく当たった。さあこれは急所に当たった。さあ激しい攻め合いが行われております。ここでサイコキです。よし当たった。あーっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでリザードンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ今度は効果は抜群だ。おーっとどなたか飛び上がった。さあ激しいバトルです。ここで体力回復だ。さあここでよし。さあ熱いバトルが展開されております。さあこの場面で狙い的中。おーっとダウンだ。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。ここで10万ボルトだ。おーっとこのポケモンではまずかったか。ここで回避率をアップです。両者とも大健闘です。これはどうだ。狙い的中。あーっとダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでピクシーの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。バトルの姿勢に移って、おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。ここで回避率をアップです。さあ熱いバトルが展開されております。この攻撃
大きなダメージ。まだまだステータスをアップします。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。激しい攻撃、ついに一撃、さあこの場面でまずまずの当たり、あーっと何をやっている、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでヤドランの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。あー決まった、効果的な当たり。ここで回避率をアップです。さあ激しいバトルです。いったー、決め十分、